はい、どうも皆様、アーサーです。セキロやっていきます。よろしくお願いします。それでは先進めていきましょう。いやー、前回の正隆戦が神ボスだったからな、次のボス戦も期待しちゃいますね。まあ一応今回の目標はその次のボスのところまで行きたい。ただ、いけるかな。いますね、敵が。ボスのところまで行ったとしても、倒せるかどうかはわからないね。まあ、倒せればいいんだけど。多いな。おっつけ。敵の動きを見切るんだ。ただちょっとこのシューターが厄介だな。よし、前回の正隆戦で、ね、弾くことの大切さを学んだので少し役立てたいな。ただ攻撃するだけじゃダメなんですよね。待って、なに、やっべ、こいつ強い。いや、ガード買って、やっべ、死ぬわ。嘘だろ。待って、くそ、大野外しちった。いや、えぐっ、うっそ。いや、勝てる気しねえんだけど、何この3人。いや、硬い。おっつけ、一時撤退、引くこと覚えろ。真正面から攻撃したんじゃ、あのガードは崩せませんね、おそらく。そうなると、隠密での忍殺を取るしかないか。つっても、隠密で取ったとしてもな、一人が限界なんだよな。一人取った瞬間、残りの二人はバレちまうから、そうなると厄介だな。でもやるしかねえよな。真正面から戦ったんじゃ危険。隠密で一匹ずつ仕留めていこう。バレないように、バレないように。はい。くそ。オッケー。なんか知らないけど、こいつは倒したな。さあ、残り2体は、逃げる。いや、でもまずいことあったな。序盤でこんな苦戦するとは思わなかったわ。しばらくすれば、まあ敵は見失うので、その隙に、一匹ずつやっちまう。くそ。やべ、あ、死ぬわ。いや、ここで、敵の攻撃を見切るんだよ。そう、敵の攻撃を弾け。タイミングよくな。いいよ、食らうんじゃねえぞ。食らった死だからな。緊張感パーね。なかなか体感ゲージが溜まりにくいな。いいぞ、あと少し。けん、どうなんや。俺は戦える中成長している。なんかこのゲーム成長が実感できるね。アクションゲームが下手な方でもこのゲームやってればいずれ
上手くなるかもしれない。こいつは当初の予定通り隠密に弾薬ありがたい。さてじゃあ先進めるか。また似たようなやつ出てきたらさすがにもっと戦えんぞ。強すぎるわ。そう、なんかこいつはさ視界良くない。どんだけ目いいんだよ。一瞬でも前に出たらすぐバレちまう。あーデカブツいるな。あいつは倒しときたいな。隠密で正面から戦いたくねえわ。いいケツしてんね。さてと、うわまだ一人いたの。嘘だろ。こっちもそんな余裕はねえんだけどな。やむをえんか。このデカブツより先にこいつを倒しておきたい。くそ。はい。いやでも忍殺取ると体力回復するのはでかいね、やっぱり。こいつの動き難しいな。隙が多すぎる。さて他にはなんかないかな。うん、こんなもんか。この上はいけなさそう。上から アイテム まだあんな。あそこも行けんのか。行けるところマジで多いな。え？なんだこいつ。うわ、毒か。厄介のもんばらまいてんな。これで全部か。さあ戻ろう。その前に毒消しあったよな。これ使おう。いるね。盗み聞いちゃう？本当にあれを戦に使うつもりかね。ああ、だが仕方なかろうと。アチナは今や存亡の危機。なりふりなど構っておれぬでな。うわ、強そうだな、次。ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。これ多分次のボスのこと言ってんだろう。絶対強えやつじゃん。大丈夫かな。心配になってきた。鍵縄で移動できるところないか。
あそことか移動できそうなんだけどな。無理そう。ん？牛へ。おお。暴れまくってんね。こいつがボスか。よく動くな。いや、でもこいつもそんな強くないかもしれない。やべ、動きがわかんねえ。炎上してるよ。死ぬな。ちょっと少し落ち着けよ。やべ、動き回りすぎだろ。攻撃タイミングがわからないんだが、こうやってケツだけ攻撃してはいいかな。これ強えな。ただ絶望するほどの強さではない。いや、ほんとなんか弾きのタイミングわかんない、この牛。そこが厄介だな。なんかないか。攻撃タイミングわかんねえな。うわ、止まらねえ。少し止まってくれないと困りますよ、牛さん。これきつくね。あれ、あんなとこあったっけ。ここまだ行ってないよな。あ、行ってねえわ。こんなの見たことねえもん。死んでんねえ。こいつも死んでるわ。アイテムあんじゃん。なんかいるわ。さよ、死者たちのご冥福のため品を売っておる。売っている。あんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。売ることもできんだ。へえ、なんかいいの売ってねえか。あんまねえな。あ、ひょうたんの種売ってんじゃん。ロバトの爆竹。これ欲しいな。これ義手人具か。あ、これが爆竹か。たけえ。ちょっと待って。今俺あれ持ってたはず。今まで貯金したこれ。銭袋。今こそ使うべきっしょ。さあこれで買えるね。ひょうたんの種も後で買っとこう。これで勝てるはずだ。これでいけるはず。爆竹、あれなんか動物に効くらしいんですよ。だから正隆戦の時もこれを使えばもっと簡単に倒してた可能性があるな。おそらくですがこの牛にも効くはず。ちょ、火力高すぎない？おーおーおお、ひるんでんね。
ただ昼見時間はそんなに長くはないね。まあ十分か。こいつの動きさえ止められればそれでいいので。やっべ、炎上したし。痛いね。おつけ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 。当たんねえか、今の。超至近距離で撃たないとダメだね。こいつに近づくのは少々リスキーだぞ。今のダメか。あんま連続で撃ってもダメなんだな。いい感じじゃないか。食らっちゃったけど仕方ない。もう食らう覚悟で爆竹打たないとダメだ。よい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 よ、いけるいけるいける。おーい、なんだそれ。お前まだ暴れる体力あったのか。おとなしくしとけ。やべ、死ぬな。ただ俺が死ぬ前にお前が先に死ぬんだよ。終わったか。回復アイテムを使用した時の効果が上昇。いいね。え、なんだ、私そんな余裕ねえんだよ。お前たちと戦ってる場合じゃねえ。これ死ぬな。槍使いはまずい。次どこ行きゃいいんだ。あった。ふう、なんとか一安心ですね。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。